第四艦隊は、旧日本海軍の艦隊の一つ。明治から昭和前期にかけて三度編成されている。初代は、日露戦争末期に、陸軍のカラフト上陸支援に向けて編成され、二代目は、日中戦争時に、河北沿岸の陸軍支援のために編成され、三代目は、太平洋戦争時に、南洋諸島防衛を目的に編成された。また、 1933年の海軍大演習時に仮想的艦隊として臨時編成されたものも書類上第4艦隊とされており、本校ではこれについても述べる。1905年6月14日、カラフト作戦のために編成された、老朽艦に小破の状態で旅客したバルチック艦隊の艦艇を加え陸軍支援のためにカラフトへ向かった戦争は その後集結し、外戦観艦式での披露を終えて12月20日に解散した。では主芸中将、山谷他人少将1933年以来、海軍大演習のたびに仮想敵として臨時編成され、演習終了とともに解散した。1935年7月20日、昭和10年度海軍大演習のために編成された。9月21日からは、 青軍連合艦隊に対抗する仮想的艦隊として再編成。9月26日、台風の影響で第四艦隊は甚大な被害を被る。転覆、沈没艦はなかったが、潜水艦を除くほとんどの艦艇が損傷。特に、吹雪型宅地区艦2隻は、艦首切断、同型、白雪も、船体損傷等の重大な損害を受けた。その後、 損傷が激しいかを除いて対抗演習を行い、10月7日、大演習終了に伴い解散、第一期編成、編集第二期編成、編集シナ事変勃発とともに、国際情勢は緊迫した。シナ方面の増強を機として、日本海軍は臨時部隊だった第四艦隊を常設艦隊とする。2代目の第四艦隊は、1937年10月20日に、 編成された。司令長官は、豊田蘇衛夢中将であった。2代目第4艦隊は、上海に常駐する、第三艦隊を支援するために編成され、この第3第4艦隊を統率するべく、連合艦隊に匹敵する大艦隊として、シナ方面艦隊が編成された。第3艦隊司令長官が、シナ方面艦隊司令長官を兼務した。 第4艦隊は、人島に駐留する欧米の艦艇を牽制すると、共に、航海、東、シナ海の紹介や、監視任務、日本陸軍輸送船団の護衛を担当した。11月上旬、日本陸軍と共に、甲州湾上陸作戦を実施した。続いて、北歯方面の封鎖任務を、第2艦隊より引き継いだ。1938年1月7日、 無政府状態に陥っていた鎮太尾氏の治安維持を目的として鎮太尾占領作戦を開始する。同作戦は B 作戦と命名され、第4水雷戦隊や第4航空戦隊を主戦力とする B 部隊が編成された。1月8日に B 部隊は出撃し、10日に鎮太尾を占領した。だが遅れて鎮太尾氏に日本陸軍第2軍令下の 第5師団が到着すると問題が生じた。海軍と陸軍間では一時険悪な空気が流れたという。同年2月1日、死な方面艦隊霊下に第5艦隊が新編され、B 作戦部隊は編成を解かれ、第4艦隊は北市部隊となった。同月初旬からは芝生占領のため、豊田長官の加齢により C 部隊が編成された。芝生占領や、 周辺の非属鎮圧を行い、2月19日に C 部隊の名称は廃止された。3月上旬には、異界への治安維持を目的に E 部隊が編成された。1939年11月15日、第4艦隊は第3図開始艦隊に解消する。第3図開始艦隊は第12戦隊と鎮太を方面特別根拠地帯により編成された。さらに、 第三艦隊が第一図開始艦隊に解消、第五艦隊が第二図開始艦隊に解消された。品方面艦隊の付属は、第十三戦隊、上海方面特別根拠地隊、第二連合航空隊、上海海軍特別陸戦隊、長山島基地隊、南京基地隊であった。第三図開始艦隊編成から1年後には、早くも第五艦隊に一部の部隊を移乗しており、 太平洋戦争に備えた、推進準備のため、多数の部隊を教室している。1942年4月10日、第3図開始艦隊は、解体された、縮小再編されて、賃太を方面特別根拠地帯となり、終戦まで賃貸を拠点に陸戦を展開した。豊田添夢中将、1937年10月20日、日比野正春中将、 1938年11月15日、小林人志少将、1937年10月20日、岡新少将、1938年9月1日から1937年10月20日に、新編された品方面艦隊は、日中戦争の激化に伴い増強されていった。1938年2月1日以降は期間に、第3艦隊、第4艦隊、 第5艦隊を要し、連合艦隊に匹敵する、外戦部隊となった。しかし、シナ事変以外の第3国と海戦になった場合、シナ方面艦隊に戦力が集中しているため、不利であった。1939年4月頃、軍令部は第4艦隊と第5艦隊をシナ方面艦隊から独立させることを研究し、その趣旨について、 これを、要するに連合艦隊の編成を強化するとともに、第3、第4、第5艦隊を、シナ方面艦隊より、除去戦時主任務の演練に専念、セシムルのよう、あり第4、第5艦隊派それの任務に対、する演練並みに、行動海域の関係上連合艦隊に編入、することなく各独立艦隊、都市所要二王子連合艦隊と、連合して諸訓練を実施する属するを、 適当と任務また自編中派所要の場合シナ方面艦隊の作戦警備に協力、セしむることを考慮しおけくよう要素と説明している。1939年11月15日、全第四艦隊が第三図開始艦隊に改名すると同時に、日本海軍は南洋諸島の基地建設地調査と防衛を主任務とする第四艦隊を編成した。名称こそ受け継いだものの、 実際は新部隊である。新編当初の第4艦隊は大本営直轄の独立艦隊であり、また連合艦隊に並ぶ外戦部隊であった。第4艦隊の行動区域は南位25位北、統計95度以東、統計175位西の外内を各諸島と定められており、それにはオランダ領東、インドも含まれてた。当時の日本海軍は ラインに対する作戦を考慮していなかったが、1万1の場合に派遣されるのは、第4艦隊であった。だが編成直後の戦力は、水上規模艦2隻と、六月駆区艦2隻のみ、わずか4隻の独立艦隊であった。1940年2月5日、大本営は、横浜海軍航空隊を第4艦隊付属とした。5月1日より、機雷戦や、 潜水艦船を前提とした第18戦隊と第5潜水戦隊、航空戦力として水上規模艦の塗料を編入する。この時点でも第4艦隊の戦力は弱小で、戦争に耐えられる兵力ではなかった。第4艦隊戦力増強直後の5月10日、ヨーロッパでドイツ軍が西方進撃を開始、5月13日にオランダ政府はイギリスに脱出、5月15日には、 オランダ本国がドイツに降伏する。日本政府、連合国やドイツも当面の東南アジアの乱陰現状維持に同意する。政治上請求転嫁の5月11日、軍令部は近藤の武た長じ名でパラオ方面進出予定、出動準備完成制を打電した。当時の南洋作戦主要拠点はパラオ諸島であり、大本営直轄の第4艦隊派遣は、 ドイツ艦の行動に備え、5月15日より、第4艦隊各艦は、遠洋航海の名目で、日本各地を出動する。各隊、各艦は、パラワ方面に出動した。この時点では、武力衝突に発展せず、第4艦隊各艦は9月になって内地に帰島した。なお、インストン・チャーチル英国首相は、著書、第二次世界大戦会語録で、フランスが崩壊した時に、どうして、 日本が来院占領に打って出なかったのか、我々は不思議に思ったなどと回想している。同時期、第二次世界大戦におけるドイツ勝利が現実味を帯び始める。アドルフ・ヒトラー総統は、旧ドイツ領や植民地の回復を宣言しており、仮に早期講和が実現した場合、日本が第一次世界大戦勝利で確保した南洋委民統治領がドイツに戻る可能性が高まった。 日本海軍は南洋諸島問題に引きずられる形で、普通院問題と来院攻略の検討に傾斜していく。同時に東南アジア進出に伴う英米との関係決裂に備え、南洋軍島を担当する第四艦隊の役割も重くなっていった。同年8月、日本海軍首脳部は応急戦備の実施を決定する。この中で練習艦隊の中止と機関転用が検討され、 竣工したばかりのかとり型練習巡洋艦のかとりを第6艦隊機関に同系鹿島を第4艦隊機関に転用することが内定した。居住性に優れる領艦は有事の際には艦隊機関にする予定で建造されたという。同年11月15日、日本海軍は中部太平洋方面の戦力を再編する。第4艦隊に水蒸気保有の根拠地帯と、 第6水雷戦隊を編入したほか、司令部を大幅に増員する。上述の予定通り、鹿島を第18戦隊に加えた。戦力を増した第4艦隊は、連合艦隊に編入された。1941年8月11日、日本海軍は連合艦隊編成以来の伝統を破り、連合艦隊司令部と第1艦隊司令部を分離した。山本大将は、 以前から、与内三政連合艦隊長官、山本五十六第一艦隊長官の構想を、周囲に語っていたが、実現しなかった。山本大将は、連合艦隊長官留任。第一艦隊司令長官は、近藤の武軍令部次長の予定を取りやめて、高須志郎中将が任命された。空席となった第四艦隊司令長官には、井上成美中将が任命された。井上中将は、 かねてより戦艦不要論と海上航空基地兵力の重要性を主張していた召喚である。また、及川小四郎海軍大臣が中央にうるさい井上を南方に追い払ったという側面もある。また、第一弾作戦において第四艦隊は米ク島攻略を命じられた。1941年12月1日、日本海軍は第18戦隊司令部を新設し、 第四艦隊司令部は独立した。カロリン諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島の防衛のために陸戦用の防備隊を置いた。軍隊区分上の扱いは南洋防衛を担当する南洋部隊と定められている。太平洋戦争開戦後は軍隊区分上で内南洋の外まで担当することになったが広大な海域を担当するには兵力不足だった。 井上長官以下第四艦隊司令部は兵力増強を要請したが海軍の全般作戦上実現しなかった。水上艦基地としてトラック干渉、潜水艦基地としてクエゼリン干渉を活用するとともに南部フィリピングアム島、ウェーク島、ギルバート諸島、東、ニューギニアビスマーク諸島、ソロモン諸島への攻略拠点部隊として機能した。 ミッドウェー海戦後の1942年7月14日、日本海軍は第8艦隊を新編する。南東方面戦域の拡大に伴い、1個艦隊で内南洋と外南洋を担当するのは、負担が重すぎたこと。南東方面の日本陸軍第17軍との兼ね合いなどが第8艦隊新編の主な理由である。これに伴い、 外南洋の担当は第8艦隊に異常。第4艦隊は内南洋部隊となった。第4艦隊は引き続き内南洋方面の警備及び海上交通保護に従事した。なお、南洋部隊が南東方面で実施中の航空基地設営作戦なども外南洋部隊の担当となった。同年10月26日、第4艦隊司令長官は 井上中将から鮫島ジュ中将に交代した。本土に戻った井上中将は天皇に軍上を創造した。1943年4月1日、第4艦隊司令長官はシ島中将から小林人志中将に交代した。同年末から内南洋でもアメリカ軍の反抗が始まった。11月にはギルバート諸島タラワ島が陥落した。翌百四十四年。 昭和19年1月には、マーシャル諸島クエゼリン島も陥落する。さらに、同年2月17日には、トラック島空襲のため中心拠点が、機能不全となり、小林人司令長官が更迭された。連合艦隊主力はパラオに退却するが、ここも3月末のパラオ大空襲で、機能不全となり、日本軍は内南用の制海権を完全に失った。 第4艦隊の艦隊根拠地守備隊としての意義も失われた。1944年3月4日、日本海軍は中部太平洋方面艦隊を新編し、サイパン島に司令部を置いた。この時に第4艦隊はその冷下に入った。中部太平洋方面艦隊の冷下部隊のうち、第14航空艦隊は可動機がなく、実質的に第4艦隊が戦力のすべてであった。 サイパンの戦いで、中部太平洋方面艦隊司令部は全滅し、遠隔地に取り残された第四艦隊は、本土との補給がほぼ完全に止まり、終戦まで各部隊が自活を余儀なくされた。トラック干渉などを航空偵察拠点として細々と使用するだけの状態であった。1939年11月15日、第四艦隊新編時、 編集1940年5月31日、第4艦隊増強時、編集1940年11月15日、昭和16年度艦隊編成、編集1941年12月10日、太平洋戦争開戦時の編成、編集1942年7月14日、ミッドウェー海戦後の編成、編集1943年4月1日、 ガダルカナル島撤退後の編成。編集1944年4月1日。戦時編成制度改定後の編成。編集1944年8月15日。マリアナ沖海戦後の編成。編集1945年6月1日。最終時の編成。編集。片桐英吉中将、1939年11月15日。高須志郎中将、 1940年11月15日、井上鳴美中条。1941年8月11日、鮫島愚獣中条。1942年10月26日、小林仁志中条。1943年4月1日、原忠和中条。1944年2月19日、岸福次少将。1939年11月15日。 矢野鹿和少将、1941年10月10日、鍋島俊作少将、1942年11月1日、住川道夫少将、1944年1月6日、有馬薫少将、1944年3月30日、住川道夫少将、1944年8月12日、ありがとうございます。